SCG ロジスティクスは混載便による全国小口配送を行っています。そのため複雑で多岐にわたる商品群の保管と配送を実現するためのソリューションとしてワンノイ群に CDC セントラルディストリビューションセンターを建設しました。私たちのミッションはあらゆるサイズの品物を全国どこにでもお届けすることです。多岐にわたる商品群 CDC には朝からさまざまなお客様の商品が到着します。大箱、小箱、長箱、梱包されていないものやパレットに乗ったものなど荷姿はさまざまです。取扱い商品は建築資材、自動車関連商品、ハードウェア、消費財と多岐にわたります。1ヶ月に管理する物量は200万個を超え、商品点数は20万200点に上ります。ここ CDC には朝から夜までさまざまな商品が到着します。配送方式や目的地までの配送日数もさまざまです。それが CDC が日々管理運営しなければならない多様性であり難しさでもあります。作業 SCG ロジスティクスはトランスポート OK、Windows、そして全国翌日配送の3種類の混載便サービスを提供している。そのためCDC の作業は次のように分類することができます。商品受け入れ。トランスポート OK はローカル雑貨品店向けの商品配送サービスです。配送方法は2つあり、1つは CDC で荷主から商品をお預かりし、輸送料金をお支払いいただき商品を配送する方法。もう1つはプッタモントン最新並びにプラプラデーンの集荷センターでお預かりした商品の輸送便を一旦 CDC に立ち寄らせ、さらに他の商品と混載する方法です。 Windows は CDC に集約された商品をあらかじめ決められた配達日程表通りに配送するサービスです。 CDC に集荷される1台のトレーラーの中には複数の配送先向けの商品が混載されていますので、私たちは100枚程度に上るお客様の注文書等の書類と商品を照合しなければなりません。その後 QC 担当者が商品と注文書の内容が一致していることを確認します。それが終わると向け先ごとの所定の置き場に商品を並べます。商品によってはお客様からの注文書が発行されるまで CDC に保管されるものもあります。保管方法には ASRS、ラック、フロア、小物用の棚があります。全国翌日配送サービスはプレミアムな配送サービスであり、商品を翌日中にお届けしなければなりません。管理方法は3つあります。1つ目は CDC で商品を注文書の内容と一致するように仕分け、商品名や配送先が記載されたバーコードを印刷し配送準備をする方法です。2つ目はお客様の出荷場にて SCG ロジスティクスのスタッフが仕分け作業を行う方法です。この場合商品は向け先地域ごとに異なるケージに詰められた状態で CDC に搬入されるため、我々は商品を受け取り次第配送準備にかかれます。3つ目は CDC に商品をあらかじめ保管しておき、お客様からの注文を受けてから配送する方法です。翌日配送の対象商品は目視確認によって配送漏れを防止するため黄色のパレットにのみ載せられています。そのため1日の作業が終わった際には黄色のパレットに載った商品が倉庫内にあってはいけません。目的地への配送。お客様からのすべての注文情報は LPC ロジスティクスプランニングセンターに送られます。 LPC の役割は最も効率的な配送計画を立てることです。 CDC は LPC から出荷便に載せなければならない出荷指示書シップメントを受け取ります。 CDC では
LPC から受け取った出荷指示書に対して最適な積み付け計画を立てます。その後、倉庫内に保管された商品を出荷指示書の内容通りに正しくピックアップする作業に移ります。ピックアップ担当者は対象商品に目印の旗を立てます。フォークリフトドライバーは目印の旗が立てられたパレットをすくい、出荷前仮置き場ステージングエリアに置きます。 QC 担当者とトラックの運転手は商品が書類並びに LPC からの指示内容と一致していることを確認します。運転手は規定に従い車の点検を行います。その後、商品を目的地に配送するためトラックに積み込みます。積み込みに姿を写真に撮り封印します。管理運営面での難しさ。これらの作業工程に関し、商品のトラック積み付けからトラックの定刻出発まで CDC では時間管理をしなければなりません。そして1台のトラックの中には3つの異なるサービスを利用する商品が混載されています。 CDC に先に搬入されたり、あらかじめ保管されているトランスポート OK と Windows の商品は先にトラックに積み込まれます。翌日配送の商品は一番遅れて CDC に搬入されるため最も管理が難しくなります。夕方5時に CDC に搬入された商品を翌日中に全国配送するためには、トラックの積み付けからトラックの出発までの作業を夕方6時までに完了させなければなりません。時には現場で直ちに積み付けをやり直さなければならないこともあります。2つの事例を紹介します。ケース1、翌日配送の商品容積が出荷指示書に記載された量を超えていた場合、規定のトラック発車時刻に間に合うように再度商品を積み付け直す柔軟性が要求され、その際の作業手順は次の通りです。1、現場監督は商品が計算していた量以上に搬入されたことを LPC に電話で伝えます。 2、 LPC は配送納期まで余裕があり次の便に回せる商品を CDC に連絡します。 3、 CDC では連絡された商品をトラックから積み下ろします。 4、 ピッキングリストから対象商品を削除し現場監督がこれに署名をします。 5、 ピッキングリストを事務員に送り運転手に渡すためにあらかじめ束ねていた書類一式の中から対象商品分の書類を抜き出します。 6、 積み付け変更レポートを LPC に送ります。ケース2、商品が定刻を過ぎて搬入された場合の作業手順は次の通りです。 1、 現場監督は商品が間に合わないことを LPC に電話で伝え、代わりに積みます商品を選択してもらい、搬入が遅れた商品は別便に回します。 2、 ピッキングリストに積みます商品の内容と数量を書き加え、搬入が間に合わない商品は削除し現場監督がこれに署名します。3、ピッキングリストを事務員に送り、積みます商品の書類を書類の束に加え、搬入が間に合わない商品の書類は書類の束から抜き取ります。 4、 積み付け変更レポートを LPC に送ります。目的地への商品配送、すべての商品は同じトラックに積載され CDC から地域のハブに向けて発送されます。そして代理店、モダントレード、店舗、ローカル雑貨品店等、全国のさまざまな目的地へと配送されます。回収物流、その他にもお客様の利便性向上のため、私たちは配送先からの商品回収物流サービスも提供しています。次の2つのモデルがあります。1つ目は、通常の回収でお客様ごとに合意したリードタイム内に商品を回収しお客様にお戻しします。2つ目は商品の品質問題等により緊急回収を要する場合です。この場合はお客様のブランドにも影響しかねないため翌日までには商品を回収しなければなりません。私たちは全国どこからでも24時間以内に商品を回収することができます。SCG ロジスティクスデリバー
Your Success。